泊まるやつ大体養分どうもリアです。今回なんですけども、デザイナーズホテルのですね、ホテルシロに泊まってみたというようなところですね。デザイナーズホテルの一番安い部屋に泊まるとどんな感じなのっていうのをね、今日はちょっとレビューしていこうかなというふうに思います。こちらのホテルのアクセスなんですけれども、池袋西口、池袋駅の C56番出口ですね、から徒歩3分というようなところ、結構効率ですよね。2020年6月18日にオープンした結構新しいホテルなんですけれども、で一番安い部屋に一番安く泊まるっていうのがちょっと今日のコンセプトなので、泊まったプランなんですけれども、冷凍チェックインのプランになります。お部屋のタイプがコンパクトダブルでは、撮影者さんと女性2人で泊まっているんですけれども、すごいですよ、5187円で泊まれてます。で内訳なんですけれども、 GoTo トラベル適用事業者というふうなところで2793円補助されて5180円、プラス地域共通クーポン1000円で実質1人2000円ぐらいで泊まることができるというふうなところになります。今回お部屋のタイプがコンパクトダブルっていうふうなお部屋で、こんな感じですね。もうお部屋に入ったらすぐダブルベッドがドンと置いてあるような、ダブルベッドが主なお部屋みたいな感じですね。まあ、お部屋自体はね、結構ギュッとした作りなんですけれども、アメニティが結構凝っていて、このね、バスタオルなんかもあるんですけれども、全部ね、このホテルシロのシロっていう刺繍が入ってたりですとか、ルームウェアもこういうブランドのものです。ホテルで対応されるルームウェアとかって何回も何回も多分洗ってあるので、ゴワゴワしてるやつとかもあるんですけど、結構ねふわふわのものが備え付けで置いてあります。あとはですね、新素材ライメックス製の歯ブラシだったり工具が置いてある、環境負荷を低減したアイテムなんですけれども、そういう風なものが置いてあるっていうのもなかなか新しいですよね。そんなわけで他のところも、ぜひご覧になってください。それでは、ホテルレビュー楽しんでください。バイバイ。に置いただけですぐ、肩に置いただけでつくてこっちは大丈夫、こっちは、ね、うん
あ、でも上はちょうどいいね。そういうデザインなんかもね、くるぶしの。かなりこう特徴的なことがありまして、それがこの今私が座ってるこのベッドの材質なんですね。このね、テンピュール社製のベッドなんですよ。かなり寝心地も、なんて言うんですかね、まあ、好き嫌いはあると思うんですけど、低反発の枕に寝てる感じ、かなりゆったりと沈み込むような感触のベッドになります。今気づいたんだけどさ、うん、もしかしてさ、うん、はい、こんな感じのですね、リクライニングのベッドになってます。すごいんですけど、こんな感じでリクライニングしてきます。しかもこれね、なんかマッサージ機能かながついてて、こう今ブルブルするんですけど、まあ、そういう風なね、いろんな機能もあったりする、すごいベッドがついているっていうようなところです。今回は素泊まりみたいなプランなんですけれども、プランによっては屋上でグランピングができたりするプランもあります。客室のねデザインがいろいろあるそうで、たまたま今日は5階のお部屋なんですけれども、ここはね西海岸をイメージしたお部屋なんだそうです。このクッションの感じとか、このねなんかパイン材の感じとかもすごく西海岸っぽくて可愛いですよね。ちなみに2階から4階がミニマルモダンのイメージ、5階から7階がこういった西海岸のイメージだそうです。で、8階から10階が和モダンのお部屋だそうですね。デザイナーさんが、まあ、異なる3つのテーマでこう作り上げたっていう風なところなので、また、コンセプトの違う階に泊まってみても、まあ、面白いんじゃないかなっていう風に思います。静かに戻っていく。それではルームツアー、うん、ホテルレビュー、うん、それではホテルレビュー、あ、そうCome and get it!